右側がこれ暗くなってるのは中でうまくできてないな。これでいいか。よし。ああ、ピントが忘れてた。いや、今大丈夫ですよね。大丈夫ですよね。大丈夫、大丈夫。あ、いいですよね。よし。よし。ほんと配信同時だと忙しい。ボケてるか。ちょっと待ってください。今これボケてるか。どっちだ。こっち、こっちだよな。これやってる間にどんどんバッテリーが減っていくんだけど。ビデオキャプチャー、こんな格好です。こうか。どうですかね。これでいい。まだボケてるか。もしかしてこのフォーカスは、これのフォーカスすら合わなくなってるのか。ダメか。なんか悪化しているな、症状が。それかもしかしてピント、中でピントはずれたか、距離がずれたか。アクション、この再利用のウェブカメラの方のフォーカスがいよいよ死んできたか。まあいいや。真上だったら滝に当たってったな、これ。だから手動で戻さないと、これ真上から自動で戻してしまうと木に当たる。そうそう、60メートルまで上げたけど、どうかな、周り見えるかな。案外見えてない。割と山に囲まれきってて、50メートル、60メートル程度じゃダメですね。で、150メートルがルール上の制限なので、あとこの機体自体が120メートル制限、今は自動的にかかってるんですよ。一応100ぐらいまで上げてみるか。あれ、でも意外と今日電波大丈夫だな。普通50メートル超えたあたりからちょっとキレキレになるのに。おお。なんで綺麗になった。おお。なんでピントがかかるんだ。おお。よし、じゃあとりあえずビデオ届かないとな。ドローンです。ダム多分こっちの辺りだと思うんですけどね、見えないですね。4キロ、100メートルぐらい上がったんじゃダメみたいですね。少なくとも4キロだと霞んで見えない可能性あるかな。そこまでじゃないよな。じゃあちょっと市街地の方、少し定点撮影みたいにして止めといて。桜島ダメですね。都城の市街地を少し、これ以上上げるとルール違反になるっていうのと、150でルール違反で、今これ120で自動的に制限かかってます。その制限は手動で解除できるんですけどね。120だと、木の陰隠れても見えなくなってるな。よくないな。
もうちょっと下向けて、こういうなんか円形の動画っていうのは、小さな車とか人がじわじわ動いてると面白いんですよね。今日はなんか調子いいです。130は多分いけないと思う。120で多分ストップかかると思う。露出か。これどうやって変えられるんだっけ。飛んでる途中に変えられるんだったかな。変えられるよな。貴重貴重。どこだ。ちなみにヒストグラムオンにすると、ああ、露出を警告すると、コントラストが強い。どっかで変えられるのかな、これ。ピクチャースタイル今なんだけど、ランドスケープしとくか、とりあえず。6.8は今私がいるところから水平に6.5メートル離れてるってことです。上空には離れたんだけど、ほぼ真上にいます、今。じゃあちょっと移動しますかね。あ、しまった。人口密集地かどうかのチェックしてなかった。まあ大丈夫だとは思うんだけど。そうそう。ちょっと今ミラーリングしてるアンドロイド入れた袋がブラブラしてます。映像に問題あるかも。あとできればこの下の線路を列車が走ってくると最高なんですけどね。マビックエアです。マビックエア。真下映せますよ。ただあんまり真下で近づくとあれ。ですね、私がいるのは、どっちだ。そこです。色が濃すぎ。色が濃いのはちょっとアンドロイドのミラーリングがうまくいってないんですけどね。15分ぐらい。ちょっと田んぼの上、低いところ飛ばさせてもらいますかね。結構なスピード出るんですよね。今のエラー音なんだ？あ、手を。このエラーは地面が近づいてる音ですね。まあ、こんぐらいしとくかな。あと、じゃあちょっとそこの川を映したいんで、水がきれい。しかし前後近すぎてエラー出しまくってますね。これあまり近づけると、っていうか進めない。そう、音は私の。
物が近いっていうエラー音です。じゃあ下ろします。イエス。本気出したら70キロ近くまで出ます。そう、いやいやって。ああ、そっか、今写真一枚も撮らなかったな。パノラマしか撮らなかったな。ツイッターに載せられないけど、まあいいか。オフ。